はい。先月大須にオープンしました暗闇遊園地に今私来ているんですね。はい。ここには7つのアトラクションがありまして、怖いアトラクションがいっぱいあるんですが、今私がいるのは牛の国地下病院オンという名アト前ラクシ怖ョンい。でして、君やもうだ。なんとも奇妙な雰囲気の漂う病院の今待合室に私いるんですね。待合だ室からこのだ。後何が起きるかっていうのがすごくもうドキドキして、この薄暗いのも怖いんですけ大ど、丈夫ですか？何が起きちゃうんだろうっていう状況、進み私まし本当ょう。に苦手です。進ちめなる？みに、はい、でもどうやって進むのかっていうのも、わかおお来た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 、電話が鳴った電話のがか。鳴りました。いやほう。もう。はい、なになに。誰が出るんだ。はい。君は誰だ？長江です。え、かわいそうに。はい。何？あ、院長さんから電話です。はい。あ、医者も看護師もみんな死んでしまった？なんかもう叫び声がもう。私も見つかったら殺されてしまうって。逃げろって。逃げろ。え、入り口が全部閉まってしまった。あら。非常口から逃げろって。うわ、なに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 、なんか、音がさっきからえ、ね、いや、ちらほら。院長さんも殺されてしまったっぽいです。なんかこう電話の向こうで女の人が急に叫んできて、私の院長さんと楽しそうに喋るなって。でもとにかく非常口から逃げろっていうので、この懐中電灯を使って次の部屋に行ってみたいと思います。私見てる行き私まがすすよ。ごくこう動悸が発生してきちたょっんとです。次の部屋もちょっと何？怖そうで意味なんか深次なの部少屋に年なんが。か写真がない肖像画がいっぱい。え、何何何何？急に音がしました。もう肖像画がいろいろあって、で見てください、下下床床、何何？なんかもうやだ、何これ。こんなのが置いて。でも絶対これヒントですよね。ヒントなヒントの？ですよね、この紙。ヒントは？うわ、動くじゃん。動かなかった。プレートを順番に照らすんだ。順番は名前をよく見てほしい。この絵は幻だ。照らせば正体がわかる。どういうこと？え、ちょっこのと照らす肖の像怖い画をな。照らせってことですか？順番って書いてましたよ。ネームプレート、あいうえ順順番が。順うわ番。ー、うわ、なんか絵が変わりました。ってことですよね。どういう謎？何？脱出できるかな？ いや、この間に一応謎は解けました。あ、解けどた。の順番でプレートを照らせばいいのかっていうことは分かりましたが、ちょっと皆さんにはお知らせすることができないそうということなでのすね。で、ネ最タバ後レのになっやつちゃいだますけ照らね。しますね。はい。はい。そう。でもね、照らすと怖いんですよ。はい。でも多分これで私謎解けましたの解けたで、のね。ほらね、次の部屋行きますよ。はい。絵は次の部ネタ屋バレに行だきからま見せすられよ。ないんです大ね。丈夫？そうね、絵もね、なかなかこう。次の部屋誰が面かいま白す？誰かいるの人が。ね。次の部屋には、なんかすっごく苦しそうな人がいて叫んでます。で、これ、見て、はい。私の、映しちゃダメ。ここ、映しちゃダ私メっのてこと近くですにかは、ね。その人は映すことができないみたいなんですけど、ここに生で確かめてくだ薬さい。がいっぱい薬だ。あるんですね。薬をね、でも差しこれ上げもないといけないの？謎解きのヒントがあるっぽいんですけど、全然わかんない。苦しんでる方をこの助けないといけない。助けないといけないのかな。そういうことですね。早く助けそっか、よなるほど。この方を薬で助ければ出られるっていうことでう。すね、な多るほ分ど。ね。院長でさんかも、な。どうどいううなんだ薬ろう。を調でも合結すれ構ばいいのこうか全然わかんない。危ない。なんか書いてある、めまいを抑える薬とかいろいろ書いてあって、この人は何に苦しんでんの？聞いてみなんたか言らってどうるかんですな。よ。答えられる？ダメか。聞いちゃダメなんねえ、待ってよ。ですよね。なんかお腹が痛いって言ってるような、お腹腹が痛が痛い、暴れてって言ってるような気がす話のる。わかる方なんだ。なんだろう。ってことは？どれだろう。こんな感じなで皆さんも時間内には謎解いてください。脱出できないみたい ちょっとね。時間